ロトカ・ボルテラの方程式、ロトカ・ボルテラの方程式、ロトカ・ボルテラの方程式、英語、ロートカ、ボルテルラ・イキジアンスとは、生物の捕食・被食関係による個体数の変動を表現する数理モデルの一種。二種の個体群が存在し、片方が捕食者、もう片方が被食者のとき、それぞれの個体数増殖速度を二元連立。 非線形常微分方程式系で表現する。ロトカ・ボルテラの捕食式やロトカ・ボルテラ捕食系、ロトカ・ボルテラの捕食者、非食者モデルなどとも呼ばれる。具体的には以下の方程式で表される。ここで、X は非食者の個体数、Y は補食者の個体数、トンは時間を表し、4つの係数、A、B、C、D は 生の実数のパラメータである。被食者と捕食者の個体数変動パターンの一つの例として、被食者が自然増殖して増えていくとそれを餌とする捕食者も増殖し、捕食者が増殖したことによって、被食頻度が増えて、被食者が減少し、被食者が減少したことによって、それを餌とする捕食者も減少し、捕食者が減少したことによって、被食者の自然増殖数が、 被植頻度を上回って被植者が増え、そして最初に戻り、このような形で被植者と補食者が交互に増減し続けることが考えられる。ロトカ・ボルテラの方程式はこのような個体数の周期的な増減の様子を示すことができる簡素で石的なモデルとなっている。名称はこの方程式をそれぞれ独立発案したアメリカの数学者。 アルフレッド・ロトカとイタリアの数学者、ビト・ボルテラに由来する。ロトカは1910年に化学物質濃度の変動を説明するために、ボルテラは1926年にアドリア海の魚数の変動を説明するために発案した。モデルの連立方程式内のは、被植者の個体数増殖速度、DX、DT を表している。上記の式は、 以下のような生態学的な前提条件から導出される。まず、捕食者が存在しない場合を仮定すると、被食者の個体数 X は順調に自然増していくと考えられる。この自然像は、マルサスモデルのようにその個体数に比例して、増殖速度が増え、制限なく、指数関数的に増殖すると仮定する。すなわち、被食者にとっての餌は、 不足することなく十分あるような環境にあると仮定する。これを表しているのが右辺第一項 X である。しかし、捕食者が存在する場合、被食者の個体数は捕食によって減少し、捕食者の存在は被食者増殖速度を抑制する効果を持つ。よって、捕食者数 Y に比例して、被食者増殖速度 DX、DT が減少すると仮定できる。 またさらに、捕食者がランダムに被食者を探索しているとすれば、被食者個体数が多いほど出会う割合が高まると考えられる。よって、被食者増殖速度は、被食者個体数にも比例して減少すると仮定できる。これを表しているのが、右辺、第二項、武器師である。このような、それぞれの個体数の単純な積で、 個体数増殖速度への影響を表すことを質量作用の法則や質量作用の過程と呼ぶ。ロトカボルテラの方程式はこの原則を基礎としている。捕食者の個体数増殖速度第 DT はと表される。蒸気の式は以下のような生態学的な前提条件から導出される。まず、非食者が存在しない場合を考える。 被食者にとっての餌はこの方程式形に現れる変数とは別に常に十分あると仮定したが、捕食者にとっての餌は、被食者のみとする。よって、被食者が存在しないことは、食料が尽きたことと同じであり、捕食者の死亡率は、出産率を上回り、捕食者の個体数、Y は減少の一途をたどることになる。この減少の仕方も、被食者の自然像のように、 個体数が多ければ多いほど、減少速度が大きくなる。すなわち、個体数、y に、減少速度、dt が比例すると仮定する。これを表しているのが、右辺、第二項、d である。そして、捕食者が増える速度は、捕食に成功した回数に比例すると考えられる。捕食による被食者減少速度が、不気しと仮定されたように、捕食による捕食者増殖速度も、 同じ理屈から被食者数 X と捕食者数 Y に比例すると言える。これを表しているのが右辺第一項区シーである。このロトカボルテラ方程式を解析的に解いて X と Y のトンに関する明示的な解を得ることはできない。しかし以下のような解の挙動を分析し、それぞれの個体数がどのように振る舞うかを知ることができる。どのような時に個体数 x, y が増えも減りもしない、時間との経過によらず全く変化しない状態になるかについて考える。これは方程式の dx, dt と第 dt が0ということなので、次のような式が得られる。この式を満たす x, y の組み合わせはという二組である。x, y がこれら二組の値を取るとき、その x, y の値は時間に関わらず一定となる。 このような点を平行点と呼ぶ。X イコール0、Y イコール0の平行点は、捕食者も被食者も全滅してしまった状態である。一方、X イコール D、C、Y イコール A、B の平行点では、捕食者、被食者ともにある個体数で共存する状態となっている。これらの平行点から X、Y の状態点が、わずかにずれて与えられるときに、 状態点が時間発展によって平行点に収束するのか、それとも離れていくのかを特徴づける安定性は次のように判別できる。二次以上の項が無視できるほどズレが小さいとすれば平行点近傍で K は次のように表すことができる。これを行列表記するととなる。と置いたとき A の固有値は A と D となるので正と負の固有値を持つことから 平行点は暗定となっている。また、少なくとも一つの固有値は正であることから、指数関数的にズレが増加する不安定な平行点である。平行点についても、同様に平行点近傍で K を次のように表すことができる。固有値はフォーミュラ13となる。ここで i は虚数単位で固有値は複素協約の準拠数となっており、平衡点は 渦進点となっている。よって、平行点近傍の限りにおいては、平行点周りで状態点が、近づきも離れもしない、中立安定な平行点となる。x と y を変数とする平面、i 平面上で、dx、dt、イコール0、または、d dt、イコール0を満たす直線に注目することで、個体数が、 どのような振る舞いを起こしているかの概略を知ることができる。このような手法をアイソクライン法や統計者線法と呼ぶ。アイ平面で横軸を X、縦軸を Y とする。現実の生物では個体数は正の値であるので X と Y の値が正であるアイ平面の第一小源が興味の対象となる。アイ平面上では DX、d t イコール0を満たす直線とは、y イコール a, b と x イコール0の直線であり、d t イコール0を満たす直線とは、x イコール d, c と y イコール0の直線である。このような d x、dx, dt イコール0、またはダイ、dt イコール0を満たす直線を、ソクラインやと傾斜線と呼ぶ。前者の直線上では、dx, dt, イコール例であるから、開局線がこの直線を通るとき、X の値は変化せず、Y の値のみが変化する。よって、開局線は直線を上下方向、Y 軸方向にだけ通過する。そのため、この直線を傾き無限大の愛縮ラインと呼ぶ。一方、後者の直線上では、第 DT イコール例であるから、同じ理屈から、開局線はこの直線を左右方向。 x 軸方向にだけ通過する。そのため、この直線を傾き、0の愛測ラインと呼ぶ。i 平面に y イコール a, b の水平線と x イコール d, c の円直線を描くと、平行点で2つの直線は交わり、i 平面は4つの領域に分類される。y イコール a, b の直線より、上側の領域では dx dt の値は常に負となっている。一方、下側の領域は dx, dt の値は常に正となる。ここで dx, dt の値が正ということは、x の値が増加している状態であり、負ということは、x の値が減少している状態である。よって、方程式の解の曲線は y イコール a, b の直線より、上側の領域では左向きに進み、 下側の領域では右向きに進むことが予測できる。また同様に、x イコール dc の直線より、左側の領域では、大 dt の値は常に、負で、右側の領域は、大 dt の値は常に正となる。これによって、上記と同じように、方程式の解の曲線は、x イコール dc の直線より、左側の領域では下向きに進み、 右側の領域では上向きに進むことが予測できる。これらを組み合わせると、回の曲線は平行点を中心にして、半時計回りに回転する軌道となっていることが明らかになる。ロトカ・ボルテラの方程式は、力学系における保存系に該当し、保存量と呼ばれる量を持つ。式から微分 DX 代を求めると、となる。この変数分離型はとなり、 両辺を積分してが得られる。ここで、ログは、自然対数である。右辺のエッジは一定の値を取る定数である。この式の意味は、時間経過に従って、X と Y がいろいろな値に変化しても、常識で与えられる、エッジの値は常に同じに保たれるということである。このような量は、保存量や、積分不変量と呼ばれ、保存量を持つ系は保存系と呼ばれる。 実際に H をトンで微分すると DH、DT イコール0となり H が定数であることが確認できる。平行点で H は最小値を取り、その値はとなる。H、H はこの形におけるリアプノフ関数でもある。上記のアイソクライン法による解析だけでは、開局線の形状は確定しない。開局線は平行点を中心に 半時計回りに回転していることは分かったが、平行点を中心として、そこから離れていく渦巻形状なのか、逆に平行点へ近づいていく渦巻形状なのか、あるいは円や、ラインのように一周して、元の点に戻る、平曲線なのか、などの可能性がある。ロトカ・ボルテラの方程式の解は、これらの中の閉曲線に該当し、愛平面の第一証言上で、開曲線は、 平行点を中心にして一周する閉じた軌道を描く。これは前述の保存量 H の存在などから証明される。開曲線の形状は純粋な円や楕円というよりは卵のような形となっている。どの大きさの軌道を取るかは非色者 X と補色者 Y の初期値 X、Y によって決まる。保存量 H の値は初期値 X、Y によって決まり、 エッジの各地に一つの平曲線が対応する。さらに、X と Y の一周期中の平均量を計算すると、それらの値は、それぞれの平行点、D、C と A、B に一致する。開曲線が閉じた曲線であることは、非食者と捕食者の個体数は一定周期で振動していることも意味する。個体数の時間発展波形は、複雑な形状となる。 捕食者と被食者の個体数変動の位相は1、4周期ほどずれており、という変動の繰り返しを示す。個体数の範囲を平行点金棒に限り、線形安定解析によって近似的な解析を行えば、それぞれの個体数変動の振動数を得ることもできる。この時の X と Y は蒸気の保存量 H と同じように、次のような関係で表される。ここで C は、 一定値である。また、それぞれの個体数変動の振動数、オメガあるいは周期、t はで与えられる。前述の通り、点は中立安定な平行点となっている。その周りに存在しうる軌道も初基地によって一つに決定され、一定の平曲線を保ち続ける。すなわち、平行点以外の軌道も、そこから離れも近づきもしない状態となっている。 被色者も捕食者も絶滅することはなく、一方で、どちらの個体数も際限なく増え続けるということもない。これは、K の外部から小さな乱れが加わった場合には、元の軌道から離れ、元に戻らないことも意味している。このような性質を、構造的に不安定などという、現実にある多くの形を考えると、構造的に不安定であることは非現実的であることも多い。 そのためより、現実に合うように、モデルの改善が模索され、例えば、大域的に安定なリミットサイクルとなるように、モデルの修正がされる。イタリアの生態学者、ウンベルト・ダンコナ、は、漁業創業が低下した第一次世界大戦中に、食用魚よりも、サメなどの軟骨魚の年間魚確率が増加したことに、疑問を持った。これについて、ビート・ボルテラに相談を持ちかけ、 ボルテラがこの現象を説明するためのモデル作成に取り組んだことが、ボルテラがロトカ・ボルテラの方程式を発案したきっかけである。ボルテラは、食用魚が被食者、軟骨魚が捕食者としてモデル、ロトカ・ボルテラの方程式を作成した。上記で説明したように、被食者の平均個体数は D、C で、捕食者の平均個体数は A、B である。 漁業操業が行われており、食用魚も軟骨魚も漁獲されているとすると、その効果は、食用魚自然増加率の A を小さくして、軟骨魚自然減少率の D を大きくするように、働くと考えることができる。通常の操業量から、ある時期から操業量が低下したとする。これによって、通常の操業状態と相対的に見ると、A が大きくなり、 d が小さくなったということになるしたがって創業量低下により被食者の平均個体数は減少し捕食者の平均個体数が増加するということになるこれが断固なの疑問に対するボルテラの説明であるロトカボルテラの方程式で示された被食者と捕食者の個体数が 位相差を持ちながら一定振動を続ける振る舞いに近いと言える例は実際の生物においていくつか確認されている。野外環境における例としてはカナダにおいてカンジキウサギとその捕食者であるカナダオーヤマネコの個体数が長期間にわたって振動していたデータがよく挙げられる。二つの個体数振動は周期はほぼ同じで位相は少しずれている。ただしこのデータは 個体数を直接観測したものではなく、毛皮取引を行っていたハドソン湾会社による1845年から1935年まで、カンジキウサギとカナダオーヤマネコの毛皮捕獲記録から、間接的に生息個体数を推定したものである。また、1973年のギルピンによる解析によれば、これらの個体数変動を、 愛平面上にプロットすると軌道が時計回りとなっており、漢字キウサギがカナダオヤマネコを捕食していると解釈できる奇妙な結果となっている。環境を制御した飼育実験における例としては、ハフイカーによるコウノシロハダニと、その捕食者であるカブリダニによる飼育実験、内田とシロによるアズキゾウムシと、その寄生者であるコマユバチによる飼育実験のデータが挙げられる。 ハフェイカーの実験では、単純な環境だと捕食が早すぎて、どちらかの絶滅が起きてしまった。そのため、橋を設けたり扇風機を回したり環境を複雑にすることで、長期間にわたって、それぞれの個体数が振動しながら共存するデータを得ている。現実にある多くの計を考えると、ロトカ・ボルテラの方程式は、単純すぎる部分がある。そのため、 ロトカ・ボルテラの方程式を基礎としつつ、いろいろなモデルの研究がされてきた。以下は、その一例である。問題点として、まず挙げられるのは、捕食者がいない時の被食者の増殖速度が、アックスとなっており、青天井で増加し続ける点である。実際の形では、ロジスティック方程式のように、ある程度以上増加したら、資源不足などが発生し、その増殖速度に、 ブレーキがかかると考えるのが合理的である。これを考慮に入れて、例えば、第一式の右辺第一項アックスをロジスティック型のアックスに置き換えたモデルが考えられる。ここで、K は性の定数でロジスティックモデルにおける環境収容力である。また、被色者数に比例して無制限に捕食者増殖速度が増加する点も不自然である。 これもある程度以上で飽和すると考えられる。そのため、第一式の右辺、第二項、武器 C を、武器 C などと変形することが考えられる。ここで、H は、正の定数で、X が増加しても、この項による捕食者1個体あたり、増殖速度は、B、H で飽和する。類似のロトカボルテラの競争モデルに関しては、 ロトカ・ボルテラの競争方程式を参照。このモデルは、2種の個体群が捕食・被食、関係というよりも競争関係にある場合を、表している。このモデルも単にロトカ・ボルテラの式などと呼ばれることも、ある。ロトカ・ボルテラの、競争モデルの解は捕食者、被食者モデルの場合と様相が異なり、それぞれの個体数、X、Y が、 周期変動しながら共存する回は存在しない。係数の値が、KKA かつ、KKA を満たすとき、X と Y は平行点に収束し、それぞれの種が個体数一定で共存する。それ以外の場合にはどちらかの種が絶滅し、残った種の個体数は環境収容力 K、または K に落ち着く。 文献内の複数箇所にわたって参照したものを示す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。